激しいジェネレーションギャップを感じた時、長野県茅野市ピアノマンさんの激しいジェネレーションギャップを感じた時ウケる。どうしたさやん、そんなに笑って。今お笑いの動画見ててさ。誰か好きな芸人とかいるのかと中学生の娘に聞くと、今はコットンかな。キングオブコントでも2位だったじゃん。コットン？お父さんコットン知らないの？でも笑いと言ったらやっぱりビッグ3だろう。知ってるか？と言うと、マツコデラックス、渡辺直美、安藤夏でしょ。その3人と言われた時、東京都八王子市エッサッサさんの激しいジェネレーションギャップを感じた時、会社の人とボウリングに行き、ストライクを取ると、鈴木やるじゃん、ハイタッチをして喜ぶが、部長もストライク頼みますよ。おう。部長頑張って。昭和世代の部長はストライクを取ると、部長さすがです。え、カズダンスをして喜ぶ時ということで、激しいジェネレーションギャップを感じた時。